マサ46494です。今回はドラゴンボールドッカンバトルのアニメ30周年記念挑戦シリーズの続きをやっていきたいと思います。ちなみにここからですね、壮大な旅へからやっていきたいと思います。でもこれパート9かな？長いね。あ、ウーブだ。GT 編まで行くんだ。さあ、ウーブさん、倒れた。ウーブ構えるのは使えるんだな。さすがにノーマルはノーマルでも強くなってきてるな。ネイビーはブーム生まれ変わるんだよね。はい、次強いやつ持っきゃ。ダメっきゃ。強いやつ持っきゃ。ああ。確かスーパーサイジン状態で倒した気がするね。これ確か宇宙船に乗ってドラゴンボールを集める際に宇宙船が壊れちゃって着陸して船を直そうかなと思ったんだけど、なんかとんでもない星で、なんかすごい金の亡者的な。で、なんでそうなったかというと、まあ悪い人たちがお金を土地代とかまあそういうのでなんか取られちゃってなんか貧しくなっちゃったみたいなやつだね。すんげえざっくり言ってるけど、すんげえ眠い。全然寝れないんだよ、最近。まずいわ。あ、待って待って。待って。ちょっと待って。タッ。さあ、行きましょう。続きまして、最強の M2。からさあ行きましょう。何の苦労もせずに勝ちってくれ。OK。 はい、ということでドッカンバトルの続きですね。 M2 まで来ました。
ますので、また、まあ、次回多分続きがやってくると思うので、またやっていきたいと思います。ということで、ドッカンバトルのアニメ30周年記念挑戦シリーズ展の続きでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。